聖剣伝説3トライアルズオブマナ。俺はフォルセナの戦士、デュランだ。アルテナの王女、アンジェラよ。ベンデルに住む美少女、シャルロットデッジ。おい、デュラン、出番だぜ。しっかりな。ただいまより剣術大会若手部門1位決定。お前なんかには負けねえぜ。やれるもんならやってみな。始め。ブルーザー、決着をつけてやる。よし、このまま一気に型をつける。痛いぜ。そこまで。デュランの優勝。草原の王国フォルセナの傭兵デュラン、父親は英雄王のかつての友人であり黄金の木。親も病気で亡くしてからは叔母のステラのも父親の思い出はほとんどないものの、やはり血は争えず。もうすぐ交代が来るから、それまでの辛抱だ。パパ、どこに行くの？ドラゴン大使だよ。今度の敵は竜帝デュラン。お前は男の子だ。血も盗まない。ロキは私を助けよ。私たちはその後一週間そこに留まってロキの…そうですか。あの人は…シモーヌ、しっかり。ステラ姉さん。シモーヌ、どうしてこんなになるまで病…私が病気だと知ったらきっとロキは…バカだよ、あんたも…姉さん、子供…安心しな、あんたの子供たちは。よかった。シモーヌ、しっかりしろ。一体何があったんだ。
なかなか勘の鋭い。何がおかしい。お前はこの城一番の剣士であることを誇りにしているようだ。だが自分の弱さを思い知るのだ。黙れ。まだまだ子供だな。こんな奴を雇っている英雄王は大…なんだと。国王陛下を…とどめだ。城内に侵入者がいるぞ。探せ。命拾いしたな。昨夜城内に侵入した謎の魔導士によって警備について、目撃者の話では赤いマントをつけていたという。ではアルテナが不届きにも我がフォルセナにスパイを送り込んだというのか。おう。まあ待て、敵がアルテナという確かな証拠があるわけではない。昨夜誰にも気づかれずに城内に潜入し、あのデュランでさえもかなわ、まず城内の軍備を固めた上でアルテナの様子を調べるため。よい。アルテナ、断りの。畜生。お兄ちゃん、まだ怪我が治ってないんだから寝てなきゃダメよ。畜生。してお兄ちゃんの弱虫大嫌い。ウェンディ、弱虫か。少し街を歩いて頭を冷やそう。ここは占いの館じゃ。なんだと。人の運命は 99% まで。お主、何か悩み事を抱え。うるせえ。俺は占いなんか信じねえ。力だ。信じられるのは。ひぃ、何するんだよこの乱暴者。そクラス。あんたみたいなひよっこは。チェンジか。あの紅蓮の魔導士に勝つためなら何だってやるぜ。よし、一丁生徒ウェンデルまで行ってみるか。
あのグレンの魔導士帰らない。ウェンディ、ステラおばさん。お待ち。おばさん。ほら、同じブロンズソードだけど、これはあんたの父さんが若い頃に使っていた剣さ。さあ行きな。ウェンディには私からちゃんと言っておくから。あと、国王陛下が、ロキの息子ならきっと旅立とうとするはずだって。まあ私も伊達にあんたたちの母親代わりをしてた。おばさん、ありがとう。旅立つのか、デュランよ。王様、私が不甲斐ないばかり、無残。私はあの魔導士だけは許すことができないのです。生まれて初めて、私はあの魔導士に打ち勝つまではこの城には。そうか、わかった。気をつけて。ありがとうございます。あいつ、いい目になりおった。以前はプライ…
し。の魔導士め、俺は強くなる。誰よりも強くなってやる。そして必ず勝つ。グレンの魔導士に敗れ自信を失いかけたデュランであったが、いつの日かあの魔導士に打ち勝つため聖都ウェンデルへと旅立った。
の町は我々ビーストビーストキングダムの獣人たちがここジャドの町に攻めた。町を占領しただと？獣人め、ふざけやがって。ぶっ飛ばしてやりたいが、さすがに敵の数が多すぎるな。ビーストキングダムの獣人たちは実はそこが狙いです。それで夜な夜な漁師様の館に集まって。仕方ねえ、警備が手薄になる夜まで宿屋で休むとするか。一流の剣士はこう焦らないものだからな。Thank you.